皆さんこんばんは。2018年3月の3日20時40分です。よろしくお願いします。和骨字幕でやってほしいわ。本当にめんどくせえわ。だからことの経緯とか何にも知らないさ。満喫おさんと絡みないさ。ねえ、揉め事こっちに持ち込まれても全然意味わかんないよね。どうしろっつうんだよな。はい、和骨。いや、もうめんどくさいから、キツネ切ったよ。正直ちゃんありがとう、アイテム。何を揉めてんのかよくわかんなかったしさ。なんで俺巻き込まれてんだよな。全然意味わかんないよね。おー、練り梅ちゃんいらっしゃい、お疲れ。何、喧嘩してたの？満喫王と、アイラは。状況がわからなすぎるでしょ。和道リスナーとか。なんか昔から喧嘩してたの？最近。俺は全然よくわかんない。はい、ブロックでーす。めんどくさい。はい、お疲れ。疲れたね。はい、お疲れ。ともちゃんいらっしゃい。ワード2。何が何だかさっぱり分かんなかったよ。あ、ゆめいすけさんお疲れ。お疲れ様です。なんか喧嘩してたんだろうね、多分ね。いや、落ちるよ。眠かったもん、俺も。全然意味分かんなかったもん。あれ、先にちょっとまた変えたんだ、サムネ。うん、お疲れ。うん、なんだかあれだね、マンスリーランキング上の方の人は大変そうだね。よくわかんないけど、なんか花火し取ったとか取られないとかあるんだね。大変だわ。俺はさ、全然わかんないからさ、リスナーさんとそういう花火投げる人と連絡取ったりしないから全然よくわかんなかった。フラットにやればいいのにね。はい、ワドツワッチいらっしゃい。山中ねり見たか。ごめん、山中ねりが分かんないな。何、山中ねりって。何それ。わ、池上もひどんなの花火師フォローしてそれで揉めてる。あ、そういうのがあるんだ。くだらなくない？くだらないよね。あ、ボクシングなんだ。全然分かんない、うん、テレビないから見れないんだよ。見てないね。だってさ、もうその花火師取った取ってないとかさ、もうその人を物扱いしてると思わない？人を物扱いしてるわけじゃん。そのもう別にフォローしたっていいじゃん。そういう機能なんだから。それがなんかすげえくだらないんだけど、それに一喜一憂してる配信者が。そういうのってさ、自分の芸を磨かないからでしょ。自分の芸を磨くこと、磨かないから過疎なんだよ。そう思わない？別にフォローしちゃっていいじゃんな。だから自分のリスナーさんを自分のものだっていう風に思ってるから取られたっていう発想になるんだよ。俺はフォロー誰もしないからあれだけど、別に好きにやりゃいいじゃん、ネットなんだから。で、俺は思っちゃうね。練習、まあ動画上げたよ。YouTube に動画、この前やったやつ上げたけど。すげえくだらねえな。いや、確かにでしょ。くだらなすぎるでしょ、うん、なんか
大変なんだね。なんか大変なんだなって思った。仕事だね、もう完全に。俺はもうプラプラと気軽にやりたいからさ、気楽にやりたい、楽しいこと続けていきたいタイプだから。伏せ頃ね、そろそろチケット販売始まるね。3月の9日だっけ。グダグダだったね。グッダグダだったね。いや、あれは俺のせいじゃないよ。いや、俺の株も下がった。いや、別に株は下がってないでしょ。うん。いいんじゃない。だって俺関係ないじゃん。俺全然関係ないっていうか、むしろ被害者でしょ。肩良くなりました。そうっすかね。分かんなかったな。あ、まあでもね、うん、取った取ってないとかよく分かんない。ありがとうマキル、パフェありがとう。ケンボーワード2バーガーありがとう。ちょっと面白かった。ただまあ1時間引っ張るネタじゃないよね。そうっすね、試合、そうっすね、3月の25にもあのリスナーさんとガチのボクシングやるんで、2回やるんで、1回その本番に慣れておきますね。人とぶん殴り合うっていうの。あ、どうもどうも、こまこまさんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてってください。こんばんは。頑張ります。ありがとう、ハーハー船長。負けらんねえよな。ああ、命の母の下りから見たんだ。いや、もう収集つかないから、うん、のんちゃんに変わったの。のんちゃんとバトンタッチよ。でも、満喫おさんってあれでしょ？花火結構上がってる人気の配信者だって聞いたけど、あの人、あれでしょ？人気あるんでしょ？満喫王さんは。なんか、マンスリーいつも上だもんね。うん。数取ってないよ。ひまっちさんいらっしゃい。数取れなかったよ。うん。アイラピンだったらなんとかなるけど、満喫王さんと絡みがないし、全く関係ない話題で何にも把握しなかったから数取れなかったね。メリンコはどつ。なんかよくわかんなかった、うん。あんまり関心のない話題だったしさ。ありがとうございます、はい、頑張ります。もしよかったらハーハー船長ね、あの見ます。この前練習したやつがあるんですけど、動画で見ていただこうかな。ちょっと待って、練習ドレさんにミットもらって、プライベートで、でドレさんにやってもらったのがあるんで、ちょっと待って、今こんな感じっていうのをやろうか。ねえ、面白かったよね、伝説の92、うん、ちょっとね、画面暗いから見づらいかもしれないんだけど、ごめんね。それはこれがね、ドレさんと練習したやつだから、ちょっと見てもらおうかな、うん、メガホンありがとう。ちょっとプライベートで撮ったやつだから、ちょっと画質悪いのは申し訳ないんだけど、暗くて見づらいのは。結構技術的なことを教わって、ドレさんからすると基礎は仕上がってきたから、このままあの練習続けることと、あとは何だろう、走る、とにかく走ることと、あとはスパーリングやり込めって言われたね。うん、だんだんその基礎はでき、まあ今の感じでいいっていう、うん、あとはパンチの打ち方とかもっと精度を上げないといけないんだけど、まあガード硬いのはいいんじゃないっていう風に言われてて、今こんな感じだね。
悪くないって言われたよ。ちょっとね、短い3分ぐらいの動画で、まあ、これクロスアームブロック教えてもらって、最悪もう緊急事態で聞いたらこれでやったら倒れないからこれで耐えろって、そういう技術的なことを教わって、あとはもうスパーやり込むしかないっていう、これね、個人のプライベート用だから、あの配信意識してないから画面の角度とか申し訳ないんだけど、まあ、ピーカブースタイルですね、相変わらずの、まあ、これ YouTube に動画上げてるんでね、 YouTube 見てもらえればこの動画生で見れるんで、アドバイスとかコメント見てもらえれば、もう頭振って入っていく、音入れようか、音ないと分かんないよね。こんな感じかな。まあこんな感じっすね。まあまあ俺は素人っつうかね、あんまり格闘家じゃないから上手くなってんのかよくわかんないけど、まあまあこんな感じです。まあ身近な人にアドバイスもらいながら頑張っております。いいっすかね。まあ相手が強かったらね負ける、俺が強かったら勝つっていうシンプルなゲームだから、6月までにどこまで仕上げられんのかってだけっすもんね、格闘技って、頑張れよ。ありがとう。そうっすね、あのまさにそれだけがテーマなんで、悔いを残さず前回みたいにへたれないっていうか、気持ちでいくっていう、まあ技術は当たり前だけど最終的にはハートっていうか精神論になるんで、練習は技術上げて体力上げて体作って最後は気持ちでいくっていう、悔いのない試合やりますよ。悔いのない試合、まあ多分勝つだろうけどね、練習量が違う、本気具合も練習量も俺の方が強いと思ってる。いや俺ディスられた記憶があんまりないからわかんねえわ
普段ディスられまくってるから、いろんな人に。だから別にハーハー船長にディスられたっていう記憶がないのね。基本的に全方位ディスされてるから、うん、まあディスった本人はわかるんだろうけど、全然気にしてないですよ、はい、僕は見てもらってる、見てもらってなんぼの商売やってるんで、ディスられても全然平気なんで。いや、ディスられ慣れてるっつうか、配信やってからずっとディスられてっから、うん、別に、あ、全然気にしてないね。むしろ誰にディスられたとかわかんない、覚えてらんないもん、人数が多すぎて。1000人とか2000人から悪口言われたらわかんないでしょ、毎日毎日。不思議と応援してくれる人は覚えるんだけどね。なんでなんだろうな。アンチ多い方だよな、まあ、うん、まあまあ多いんじゃないの。俺はね、でもまあいつも言ってるんだけど、配信で一番怖いのは無関心なのね。嫌いっていう感情も関心を持ってもらってるわけじゃん。だから嫌われた方がまだ楽っていうかさ、誰も見てくんなくなった時に終わると思ってるから、関心が持ってもらってる方が俺はありがたいよ、うん。あ、ありがとう、ワッチ。わあ、パフェ3個もありがとう。パフェ3個ありがとう。ありがとうございます。うん。アンチは多いよね。まあ、気にしてもしょうがねえよな。全人類から好かれるなんてそんなことないじゃん。ある?知り合いとかにいる?全人類から好かれてる人間。そりゃさ、こんだけさ、何千人何万人っていう人に顔割れてるわけだからさ、それは俺のこと嫌いな人いっぱいいるよなと思うもん。そう、誰も見てくんなくなった時、配信者として本当の終わりだから。だから敵しかいない放送でもねうん、そうそうそう、だってイエス・キリストなんかさ、ユダヤ教徒に殺されたわけでしょ、うん、神ですらっていうかね、キリストですら殺されるぐらい嫌われてたんだもんね。そうそうそう、羽生くんですらね、いるわけだから、まあしょうがないと思うよ、うん、これそればっかりは俺の問題じゃないし、ジョン・レノンだってファンに殺されたわけでしょ、うん、マイケル・ジャクソンも嫌いな人いたと思うよ。だからまあ嫌われる分には全然俺は気にしないかな、気にならないかな、正直。だって応援してくれる人大事にしてりゃそれでいいじゃん、それでよくね、うん、そこは人数多いとか少ないとかそういう問題じゃなくてさ、それでいいんだと思うよ俺は。こういうね、商売やってるわけだから。あ、そう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 、オミスさんの言う通り、本当にそうそうそう、できるだけ多くの人に支持を受けることは努力すればできると思うけど、全員全人類とかそういうのは無理よ、うん、そうそうそう、可能性がある人はいるじゃん。あ、出会ってないだけでこの人素敵だなとか、この人私好きだわっていうのは確率の問題でいるわけだから、
アピールすることはできるけど、そうなんだよね。俺のこと嫌いだって言ってる人とかさ、嫌な思いするとか顔が生理的に無理って思ってる人はいっぱいいるから、その人に対してアプローチをかけても意味がないからね。だからそこは気にしてないよ。近くにいて好意を持ってくれてる人はとことん大事にするけど、俺のことが嫌いだっていう人にはどんだけアプローチしても 無駄だからね。自分のやることを淡々とやることしかできないから。あ、若い頃は振り回されたのよ。どうやったら好きになってくれるかなって考えてたんだけど、それこそそれが無駄な努力でさ、うん、ほっときゃいいんだよ。嫌いなんだから絶対好きにならないから、うん、と俺は思う。あ、いや、っていうかね、もともと嫌いだったっていう人ばっかりだね。今いる人。もともと、イメージは嫌いだったっていう。見たことなかったけど嫌いっていうの。意味がわかんないよね、俺からするとね。悪い人に違いないって思われてるらしいよ。他枠では。で、見たことあるのって。いや、一回もないって。そうそう、噂とかイメージとか、ほら。嫌われ者として広まってるから、見たことないけどあの人悪い人でしょっていう。いや別にいい人だっていうつもりは全くないけど、見たことなくて嫌いっていうのはすげえなーと思って。すごくない？会ったことも見たこともないけど嫌いって言われるって、俺逆にすごいと思うんだよ。結構その状況は、うん、悪くないです。いいんじゃない、イメージ先行してても、うん、全然構わないよ。俺は全然構わない。いや結構いるよ、見たことないけど。そう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 、そこに媚び売るつもりない。できることをやるから。ゆうこさんいらっしゃい、どうもどうも。先輩配信者に言われたよ。誰に言われたか覚えてないけど、アンチがいない放送っていうのはただの過疎だよって。アンチがいるってことは知名度だよって。誰に言われたんだっけな、金梅さんだったかな、どっちか選べるよって。君は過疎で全く無名で敵がいない放送と、超有名で敵はいっぱいいるけど有名になる方法、どっち選ぶって。僕は後者ですねつって。どうなんだろうね。ああ、ロハコさん久しぶり。ミッコさん風船ありがとう。ロハコさんバーガーありがとう。ロガさんどう最近。全然絡んでなくてごめんね。調子どうだい、元気。あ、まあまあまあ、そうだよね。好きなことやってるやつは止めらんないよ。だって好きなんだもん。人間は絶対好きなことから逆らえないでしょ。無理に逆らうとトラウマになったり後悔になったりするんでしょ。少々悪いんだ。マジか。ニコ生やってんの今。キャスやってんの。どこで活動してんのかわかんないな。ふわっちだったらチェックできるんだけど。もうログインしてないよ。キャスもニコ生も。ふわっちくればいいのに。メガホンありがとう。
ニコ生とたまにキャスやってんだ。そっかそっか、うん、ニコ生とたまにキャスか。腹ボディ打てると思いますよ。これ技術的な話だからあれなんですけど、多分母船長わかると思いますけど、リバブロここを入れるじゃないですか、下からこう突き上げるじゃないですか。これじゃなくて僕、あーこれ言う、うん、まあ言おう、いいか、ここ行きますね。多分これで伝わると思う。えぐくないですか。ここ行きますよ僕。これでわかります、伝わりますよね。やってやろうと思ってます、はい、もちろんリバー空いてたら入れますけど、僕はこっち行きます、取りに行きますよ。あとはまあそね、ここね、うん、ボディストレート、ボディアッパーでもいいけど、うん、ここ、ここが狙い目かな。特にここ、こことここで、あとはまあ空いてたらここ、それで組んでますね。多分これで伝わると思う。まあもう入ったら無理っすよ。花火ありがとう、花火ありがとうございます。取りに行きます。今組み立ててるのが取りに行く戦術なんで、がっつり持ってこうと思ってますね。花火ありがとうございます、匿名さん。下から組み立てるつもりなんで、いや多分ね、身長高いからね、顔面入らないと思うんですよ、距離が遠すぎるし。おい、ナルチョワドツ、うん、まあまあまあ空いた時、ガード下がったら下がったで、もうフィニッシュブローは決めてあるんで、もうだいたい戦術は決まってますね。あとはその精度をいかに上げるかっていうのと、実戦で試していくって感じ。レバーの上、レバーの上の肝臓じゃなくてね、これえぐい技なんだけど、リバーブローっていうのは基本中の基本なのね。左の底を狙うんだけど、みんなさ、ここ胸筋があるでしょ、の横、ここを触ってみて、ここここを触ったらわかるけど、ここに何がある、ここ触ったら何がある、ここここね、左でも右でも横からレバー打ちじゃないんですよ。えぐい技これは。ここ触ってごらん、ここに何があるか。レバーって言うんだけど、リバーブローっていうのね、ボクシングとかでは。肉ここにだよ、胸筋の真下、ここここはね、鍛えられない、あばらがあるでしょ、あばらがあるでしょ。で、このあばらを拳作ってね、こっちでいいや、こっちでいいから、ここでグッて押してごらん、ちょっとここを、ここここをグッて押してごらん、やってごらん、ストマックじゃないの、やったらわかるから、こうやって拳作って、ここでいいから、ここでグッて押してごらん、ここ。いや、ボクシングは下狙うの本来は。そう、リブロースのところ、これを思いっきりえぐいでしょ、どうなるかわかるでしょ。今ここで触ってグリグリやってこないよ、どんだけ痛いか。いや折れるの、ここ、これはね、防御できない、いや入っちゃったらもうなえるから、
下手したらキシムシ折れるから、まあ16オンスで折れることないからないと思うけど、折るつもりで俺は行くよ。想像じゃなくてここで自分の力でやってみたらいいよ。ここの部分、ここの部分でここグリグリやってこないよ。ちょっと押してこな。これを大の男の思いっきりいくのよ。そう、これがストマックはいい、ここね、いいね。こう下から突き上げるんだけど、ボディアッパーで。これちょっとえぐい技なんだけど、これはもう行くよ。うん、ただね、行ったら肺に突き刺さるから大怪我だよ。もし折れたらね、まあ超ハードパンチャーで角度を完全に決められて、しかも8オンスとかじゃないと折ることはできないんだけど、16でまあ折れることはないだろうね。ただまあ大ダメージを与えられるよ。大ダメージを与えられる。ここの骨はもう治癒不可能だから、自然治癒しかないから。でそこに意識がいったら、ここに意識がいったら今度ここが開くでしょ、ここが開くでしょ、こっちもいけるから、だからもうバンバンいくよ。ボディ、ボディ、まあ当たったら悶絶だろうね。えぐい技だよこれは。あ、ダメ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 、友達に試したらダメ、それ自分でグリグリやったらわかるから。ここしかも角度がすごい難しいのね。横から叩いても意味なくて、こうあばらがこうあるってる、この歪んでるアーチのところを行くから角度が難しいの。ここね、ここ、ここ、うん、要は乳首の下、乳首の下だ、まあ、乳首の位置が人によって違うか、胸筋のさ最後のトップの真下あたりのこうアーチを描いてるここ、ここをグリグリやってこないよ。ちょっと叩いてこな、ここ。これはなえるんだよ。いいことある男さんいらっしゃいわ。どつ、ストレートじゃない、フック、ストレートじゃ効かない、折れない。なんつうんだろうな、難しいな説明が。フックでもないんだよなすごく難しい技なのよ。そのちょっと待ってね、マキロンさんちょっと待ってね。ここあんじゃん。え？映像見えてる？電気つけないと無理か。ここ。ここあるでしょ。ここ。ここをフックだと横から入れるわけじゃん。これだと横だと無理だよね。横だと。で、ストレートでも無理なのよ。そうじゃなくて、ここの部分をこうえぐるの。こう、それを巻き込むようにパチンと持ってくのよ。わかる？言ってる意味。ここの部分を、ここの部分をこう折るの。わかる？ストレートだと効かないのね。で、ここフックでも効かないの。もう防御力だから。ただここのアーチのこの部分をこの角度で入れる。うん、この角度で。わかる？スケさん、スケさん、
この角度で入れる。でそしたら両方とも弱点でしょ、うん、左足が踏み込んでないと決まらない。そうだからもう徹底してとんでもなく近い距離で殴り合うから相手のパンチをかいくぐる前提なのね。もうおっしゃる通り、そうもう超インファイトだね、うん、超インファイト。オッケー、伝わった？スケさんが役に立ったのよ、初めて。はい、こんばんは。トイレ行ってくる。初見さんいらっしゃい。うん、ありがとうございます。まあね、前回ビッグボーミスターボーイさんの言う通り、あの猫パンチだったから本番蓋開けてみないと分かんないよね。バガありがとう、バガ4つありがとうございます。ヤオリンゴさん、僕は学歴全然なくて頭良くないっすよ。頭良かったらこんなことやってないよ。いや、もともとね、あの目立ち盛り屋でバンドずっとやってたから舞台に上がるのは慣れてるんですよね。だから人よく配信者顔出し恥ずかしくないのとか緊張しないっていうのも言われたけど、昔は俺は全然自分の顔さらして喋るのが普通だと思ってるから、あんまり抵抗ないですね、人前に立つのは。生活保護、脱出して何か生活充実してきましたか。いやー全然全てがいいですよ。僕は生活保護を早く抜けたいと思って、もともとその事業をやってたんですね、若い頃から。で自分がまさか生活保護っていう言葉も知らなかったし、ホームレスになるとも考えてなくて、もうね、好きなものが買えて全てがいいですよ、全てが。鮫島さんにはよくしてもらってますね、はい、とても可愛がってもらってますよ。引っ込み思案ではなかったかな、別に目立ちたがり屋ではあったけど、うん、ハートがあるっていうか、まあ昔から別に人前に立つことは全然平気でしたね、はい、全く平気だった、だからたまにね、目立つのが嫌だっていう人もいるから、それよくわかんないんだな。いや、家は僕が払ってますよ、家賃は。てか一緒に住んでるわけではないんで、よく遊びに来てるだけなんで、家賃とか生活費は全部自分で出してますね。ただね、水道代とか光熱費がバーンって跳ね上がってるから、ちょっと負担してもらいたいなと思ってんだけどね。本音を言うと少し出してもらえると助かるとは思ってんだけど、
結構大変なのよ。まあ男だからね、その辺は自分でやっていかないとなとは思ってるけど。大変だよ。ゾックンさん、いらっしゃい、こんばんは。なんか怒ってるね。あ、喧嘩してんの、また。喧嘩癖ついちゃったね、よくなかったね。まあ相性だろうな。釈迦のお婿さんにはならなそうだね。とてもこの2人がね、恋愛感情になるとは思えないよね。うん。喧嘩友達みたいになってる。今日ご飯何食べたい、のんちゃん。どうしようか。何作ろうかね。サラダ。まあまあ、サラダもいいけど。ビーフシチューってあれ作るの時間かかんの？のんちゃんの。あれは時間かかるか。何食べようかね。鍋とかどう？魚系の。たまには。鍋にしようか、じゃあ。いや、違う、二人っつうのはあれだよ。釈迦とペコ。釈迦とペコね。おい、ワード2。エミさん、いらっしゃい。生活保護は個人で受けるものじゃなくて世帯で受けるものなんですよ。だからまあ、にっこりさん、生活保護に関心があるんだったら、俺のプロフィールページにさ、生活保護に関する質問はまずこちらからご覧くださいっていうのを見てみるといいと思うんだけど、生活保護完全マニュアル2つ動画上げてるから、それまず見てみてほしいのね。別にできるよ、ひどなさんのディープキス。で、まあ、結論から言うと、家で受けるもの。世帯主が、世帯があるでしょ。で、彼氏と同居してた、彼氏と彼女が住んでるわけだから、二人で収入がいくらあるかっていう問題になるね。で、受けれますよ。ただ、家で受けるっていう制度なのね。家で受けるっていう。それ覚えておいて。申請できない人なんて日本人で一人もいないから。申請は誰でもできる。ただ個人で受け取るものじゃなくて、家の制度で受けるものだから、世帯で受けるもの。見てみて、そこに全部書いてあるから。多分ね、あそこの中にリスナーさんが大体質問するような話は全部載ってる。
もう本当に完全マニュアルって言っていいと思うよ。ネットの情報がいかに間違えてるかっていうのも全部わかるよ。なんでね、生活保護の質問多いんだろう。多分生活保護で、といえば和道みたいなのまだ抜けてないんだね。本当はね、今受けてる西川さんとか、城住さんとかはそのポジションをちゃんと取っていかないといけないのに。初見さんいらっしゃい。ハイボール太郎さんよろしくお願いします。面白かったらフォローしてください。ペコはそっちいんの？うん。釈迦はダメだな。俺、大好きな。ああ、全然コメント大歓迎ですよ。母船長さん、もしよかったらフォローしてください。あ、フォローして、あ、よく見てくれてたんですか。ありがとうございます。500万か。いい金額提示してくるね。ビッグボーイさんじゃなくてビッグさん。え、ビッグさんじゃないや。ミスターボーイさんか。ごめんね。読み方間違えて。500万リアルだな。何に使うか。500万か、でかいよな。俺の年収以上だもんな。500万か。うん、そうだな。2つ今選択肢が出てて、完全に映画の機材揃えて、完全に映画のプロジェクトやるか、旅、世界のどっか、2カ国3カ国ぐらいの、ちょっと見聞を広めに勉強しに行くか、いや旅行ね、旅行つか旅か、まあ2ヶ月ぐらい、2、3ヶ月行けるでしょう。か、まああとシルバーにお金かけるかの3択だね。映画、旅、シルバーの、どれかに使うだろうね。うん、どれかに使うと思う。500万は想像できないな、ちょっと。エミさん、風船ありがとう。いや、俺は風俗と酒は行かない。あのね、キャバクラとか酔っ払い嫌いな理由、だんだん分かってきたんだけど、ほら、うちのリスナーさん知ってるけど、俺さ、バカに対する異常な嫌悪感あるでしょ。その、本当のバカ嫌いじゃん、俺。で、なんで酔っ払いが嫌いなのかって、俺バカが嫌いだからだ。うん、風俗は昔行ってたんだけど、酒に対する嫌悪感が強くて、あのさ、酔っ払いってバカじゃん。全員。要はバカになるためにお酒を飲むわけじゃん。俺、あれに対する嫌悪感があるんだわ。で、なんでスカイラウンジとかでお酒飲むのは抵抗感ないかっていうと、ああいうところに行く人って、そう、綺麗にお酒飲むからだ。スカイラウンジでガハハハとかさ、何々ちゃーんとか聞かないでしょ。多分ね、それだっていうのに最近気がついた。要は、バカが嫌いなんだっていう。あれを見ると引くんだよね、うん、あんなでっかい声で喋ってワーキャー騒いで、いや、あれバカじゃん。バカが嫌いなんだよ。まあでもね、500万あったらどうするかじゃなくて、今、そう、限られた状況の中で何をやるかの方が大事だと思うけどね。もちろんね、その3つのどれかで、俺金持ちだから500万ぐらい投資してやるよっていう人が現れたらね、乗っからせてもらうけど、その、夢みたいなこと見ててもしょうがないからね。チャンスが来たらね、それありがたく頂戴するけど、好きに使えって言われたら。まあそんなわけないもんね。500万ポンとくれる人なんかいないよ。でしょ？いる？いないでしょ？俺、何年間も生きてきて、500万ポンとくれる人なんか見たことないよ。少なくとも俺の周りにはいない。
たらね、最高だけどね。よっぽどのお金持ちじゃないとそういうことはないだろうね。みんなだってね、食ってくのに必死なぐらいなんだもん。食べてくのと食ってくのに必死なのにさ、和道に500万やるよってよっぽどでしょ。機械の体まだ難しいんじゃないの、500万は。ほら何よペッコ、なんで喧嘩すんの。釈迦別に喧嘩売ってなかったでしょ。ねえペコ、ペコ、うん、釈迦、うん、ダメ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 よ、仲良くしないとダメーさ。大丈夫だから俺は仲良くね。ダメ、喧嘩しないの。そしたら大丈夫だか。お、ピョンって言ったの。おうおうおう、やめてよちょっとペコ。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 うん。肉肉さんいらっしゃい。いいのいいの、ペコも勉強だから。新しい文鳥の方が強いんじゃなくてでかいのよ、体が。まあ強いんだけど、あの、じゃあ男だしね、オスだし、これでしょ、うん、体がでかいし、まだじゃあ思春期なんだよ。だからもう遊び、噛みたいし攻撃したいし遊びたいな。釈迦はね、慣れてない。自分のこと人間だと思ってるから、なんか変なやつ来たって思ってるの。本当は恋人にしたくてオスメス別れたから最高だったんだけど、まあもう無理だろうな、つがいにはならねえな。俺もちゃんと調べればよかったんだけど、もう飼い主にここまで懐いたら飼い主を恋人だと思ってるから他の鳥に行かないんだって。釈迦にとっては俺が恋人なんだよ。おいで、うん、おいで、シャちゃん、マジいいか。釈迦は、うん、ペコはね、のんちゃんに懐いて、釈迦は俺にもうベタベタ。ね、怖かったね。かわいいでしょ。ありがとう、やってくれんの。今俺のね、指を、羽を作ろうってくれてんの。これ愛情表現、ありがとう。さあ、ありがとう。俺は羽ないから大丈夫。この子はすごくいい子、頭が良くて。こっちおいで、シャー。こっち。シャーちゃん。シャーか。こっちこっち。遊ぼう。シャーちゃんこっち。あ、発情しちゃった。来た来た。ダメ。ちょちょちょ。ダメダメダメ。喧嘩しないの。喧嘩はダメ。ああ、全然全然。むしろ見てくれてありがとう。でかいで。ペコはもう飛ぶのに夢中だからね。ケンタメンワード2いらっしゃい。こんなに懐くなんて思わないよね、鳥飼ったことない人からすると。びっくりするでしょ。鳥使いだから。
あのね、インコはね、文鳥より噛む力が強いしね、しょうがないんだよね。ペコあれだよね、横に飛ぶのうまいけど縦に飛べないよね。ねえ、怖いのかね。釈迦はすぐ覚えたけどね。怖いんだろうね。高所恐怖症の鳥とか全然ダメでしょ。話にならないでしょ。CG みたい。これ握り文鳥って言ってね。かわいいでしょ。かわいくない？うん、母さん、おやすみ。ありがとね、来てくれて。手のひらの中で。かわいいでしょ？あったかいんだよ。めっちゃかわいいでしょ？文鳥っていう鳥なんだけど。あったかい。メロメロだよ。魅力に。まあ、ここまでね、懐くのには結構時間がかかったけど、可愛くてしょうがない。頭いいんだよ、文章は。5歳ぐらいの、人間でいうとこの5歳ぐらいの知能があるからね、こんな小さい体で。俺が体調悪い時とかね、心配してくれるんだよ、落ち込んでる時。いや、俺もね、こういうのね、嘘だと思ってたのよ。なんかそれ、飼い主の親バカでしょって思ってたの。よくペット飼ってる人がさ、言うじゃん。だけどね、飼ったらね、わかることがいっぱいあるんだよ。俺の一日の流れは、起きたい時に起きて、寝たい時に寝て、やりたいことをやり続けるっていう、本当にそれが理想で。で、まあ、本当に、自由に寝て、自由に起きて、起きたら、まあ、好きなことやる。要は配信だよね。もう本当にそれだけだよ。生活の時間帯ともバラバラだし。本当にそれが目標でずっと頑張ってきたの。本当に、なんだろう。普通の人みたいに何時に起きて何時でとかない。それをやりたくないから、この仕事を選んだのよ。自由気ままに人間らしく生きるっていう。子供欲しいとかはないね。俺とのんちゃんは子供できないのね。だから結婚もしないし、子供作るつもりもないよ。今発情してんの、これ。俺のこと恋人だと。さちゃんダメよ、卵詰まっちゃうから。はいはい、さちゃん遊ぼう。出場しちゃった。エンマさんはコツ、風船ありがとう。いや、俺のことも恋人だと思って。尻尾フルフルはね、これ本当はダメなの。最大級の愛情表現なんだけど、要はオスを誘惑するときにやるんだけど、想像妊娠するんだよ。で、卵が詰まるって死ぬのがメスの原因だから、これかわいいかわいいってやってると、想像妊娠で卵を産むのすっごい、そのストレスかかるのね。で、大体卵詰まって死んじゃうのね。命がけで産むから、来た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 。だからなんで喧嘩売るのよ、ペコ。嫌われてんの、なんでわかんないの。すごいんだよ、もうストーカーなんだよ。あ、釈迦なんだ。
亀仙人知らなかった。じゅんさんはどつ。そうすごいよ、もうひどかったよ。だいぶこれでも丸くなったんだけど、ひどかったよね。もうカゴに張り付いてさ、釈迦カゴに入れてんのに釈迦の家に入ろうとしたりさ、で釈迦家の中で怯えて、釈迦は大嫌いなの子供の頃からペコのこと。でペコは釈迦のこと大好きなんだけど、いつも喧嘩。これでもだいぶ喧嘩減った方だよ。あ、そうだったんだ、亀仙人。まあでもあと釈迦も2年ぐらいかな。もうちょっと年を感じるな。長生きしてほしいけどな。いいもん食わせてるからね、あれだけど。さすがにもう4歳か、釈迦はもう4歳かな。何歳になった。こう動物と仲良くなるのは得意なんだ俺。何オスメスと似てる。ああ喧嘩しちゃうところか。いやうんこはするよ全然。ジーパンの上ではやめてほしいんだよな、これノンウォッシュで一回も洗わないでやろうと思ってるけど。ペットは特にね、鳥のペットロスは結構有名で、ワンちゃんとか猫ちゃんでもね辛いのに、鳥はね結構有名。鳥飼ってる人はペットロス半端じゃないらしいんだよね。こんなに小さいのにこんな懐き方するとさ、だってこれでギュッて握ったら一瞬で死んじゃうんだよこれ。 25g ぐらい、タバコの箱よりも軽いの。 25g すっごい儚い命だよ。でもこんなさ 25g の体でこんだけ賢いってさ、生命ってどうなってるんだろうって本気で考えるよね。あとね、恐竜の末裔だっていうのがよくわかるのがね、その獰猛さと足だね。足を見るとティラノサウルスみたいなのね。あのね、あと自然のね、あの鳥とかのスズメとかも可愛くなるようになる。この子は、この子が3000円ぐらいかな。3、4000円で多分ね、ペコは7000円とか、あれ。外国産だから、ペコおいで。ペコ。ペコどこ行った？帰った。もう家に帰った？いるよ。ペコ。あ、嫌だって。ペコはね、ちょっと高いと思う。うん。鳥は恐竜だよ。実際もう鳥は本当に恐竜の末裔なの確定してるから。鳥類はあの恐竜の末裔だよ。足見るとわかるよ。あとね、性格の獰猛さ。要はこんなのでっかい体でこんなことガッてやれたら一瞬で死ぬよ俺らなんか、哺乳類なんか。そうね、儚いよね。だいたいねこの子は7年ぐらい生きる平均寿命で、今4年目だからあと 2,3 年だと思うね。あーあれでしょ、餌袋でしょ。ぐんろいよね。ぐんろいよね。もう慣れたけど俺は。最初見た時俺もぐろっと思った。もう隠れ、羽が生えて隠れるといいんだけどね。餌袋っていうのここにあるんですよ。それがぐろいの。ここに。透明で全部見えるの、餌が。ハートありがとう、アーミー。ああ、あれはでもまあ1ヶ月ぐらいだよ。1ヶ月ぐらい。ああ、そうだったんだ。15年長生きしたね。そう。骨は軽いの。軽量化しないと飛べないから。だから本当に握りすぎたらもう一瞬で死んじゃうよ。もうすごい優しくしないと。そう。飛ぶためにね、10分おきにうんちするしね。
体を軽くするっていう本の。あったかい。19歳、あと1年で化け猫になるよ。尻尾が生えてくるよ。基本話し台どころがもうずっとこの状態よ。箱の中入れてるけど、外に出しても、ペコは飛び回るけど、釈迦はもうベッタベタ。もうずっとこっから離れない。俺の手のひらにずっといたいんだ、ほら。文鳥以外は飼わないかな。こんな状態はずっと。まあそれも個体によるっつうか飼い方によるかな。ずっとこの中にいるだけよ。放し飼いはさすがに危ないかな。あ、セキセイインコね。ヘビに食われた。ヘビ飼ってたの？それとも野生のヘビに食べられちゃったの？まあしょうがないね。和戸さん以外にはどころかもう釈迦は誰にでも懐くよ。釈迦は人大好きだから、自分のこと人間だと思ってるから。釈迦って呼んだらすぐ答えるよ。頭いいのこの子は。呼んだら答える。釈迦？自分の名前分かってる。すごいでしょ？釈迦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 ？ダメだ。今興味なへらし。釈迦？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 最近返事しないね。まったりモードみたいなね。でも動物の飼い方で人間性出るよね。来た。この子はちょっとね、高いの。おいで、ペコ。ペコおいで。ペコ。いいの？カラス飼ってたんだ、いいじゃん。カラスはね、法律上飼えないのね。保護する目的だったらスズメとカラスは飼えるんだけど、俺がね、一番最初に付き合った彼女はね、スズメ飼ってたよ。そう。特殊なんだよ。許可だ、出ないんだよね。ヒナからじゃないと。だからカラスはめちゃめちゃ頭いいし、かわいいがんね。カラスのヒナで検索してごらん。とんでもなくかわいいよ。ワドもキャス？行かない、俺は。儲かりゃいいと思ってないから。もう俺はここに、なんつうの、居場所があるし、この空間大事にしてるリスナーさんがいるんだ。おいで、ペコ。嫌なの、遊びたいの、来ないの。もう羽生え変わってんじゃん、春が来たね。おいで、ペコ、尻尾のあれ抜いてあげるから、おいで。おいで、よしよしよし。もう羽が取れるね、これね。ダメよ。さあじゃん、ちょっとこっちおいで。違う。これがイギリスの固有種。この子はね、眉毛に白が残ってて可愛いの。眉毛は。可愛いでしょ。これはオス。オスだからくちばしが真っ赤の。こらこら。くちばし
別に赤いでしょ。あぁ私の和道さん撮るなってしたか嫉妬深いのよ。そっち行った？え、どこ行った？ペコペコペコ、もういたいたいた、ダメだって。なんでそのなんでわかんないのペコ。これがペコっていう、もう1歳にもなってないけど綺麗でしょう。くちばし赤が、くちばしがあとでかいのね。オスは釈迦よりもだからで一回り体が大きくて、くちばしが真っ赤 で目の周りも真っ赤になるの。これがオス。釈迦はちょっとピンクかかってるでしょ。はい、まったりモードだよ。ラニさんありがとう。ニヤニヤしちゃうよね。放送が仕事なんだから食っていけないでしょ、放送しなかったら。鳥懐くよ。まあペコはちょっとまだやんちゃだけど、なんで俺に喧嘩うんだよ、やめろやめろ。いやさじゃまったりしてたのにね。この子は元気いっぱいのペコは。でもね、元気になってもらいたくてペコって名前つけたから名前通りになったよね。ちょっとやんちゃすぎるけど。ペコ。名前覚えたの？やっと。ダメだっつってんのにわかんねえな。なんで覚えないの？お、お、ちょっと待って。ちょっと待って。ペコが歌った。ちょ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 。お、歌った。歌うの？歌ってごらん、ペコ。ペコ歌、おお、歌った。ぴょんぴょんって。歌ってごらん。ぴょんぴょんって、ほら。ぴょんってダンスしてごらん。ダンスしてごらん、ペコ。なんで喧嘩すんだよ。痛いよ。なんで俺つまむんだよ。うん。ペコ踊ってごらん。そう。ひなからね、餌付けって言って、すり込みをするのね。要はお母さんみたいな注射器みたいなので育てんの、ひなから。 そっち行ったよ。はい、わこう、千代子さんいらっしゃい。シナモン、クリームだっけ、シナモンだっけ、どっちだっけ。シナモンだね。シナモンのお酢。でもどれだけ懐くか育て方だね。釈迦は俺がベッタベタに育てたから。まあ釈迦はでも文鳥飼ってる人からすると賢い、この子賢いってみんな言ってたね。ペコを呼んだんじゃないよ、シャーちゃんは。俺を呼んだんだよ。ペコも遊ぼう、おいで。ペコ。ウィアンチャ坊主、ペコ。ペコは言うこと聞かない。俺のこと聞かないよね。まあ、のんちゃんの方が言うこと聞くよね。うん。いいんだよ。遊ばせてあげて。ベジータさんいらっしゃい。うん。あ、いえいえ、全然。寄り目だよ。
おいしょ、マカありがとう。あくびはね、映るのは音の周波数だからね、電話とかでも映っちゃう。ジョリジョリしよう。来た。来た。やつが来た。ストーカーが来た、ストーカーが。そう。それ楽しそうっつって。はい、こんばんは。9年もやってんだ。アイラの方が配信長いよね、俺より。嫉妬じゃないんだよな。嫉妬するのは釈迦の方で、ペコは誰でもいいから、もう遊ぼうぜ遊ぼうぜ遊ぼうぜ、喧嘩が喧嘩だなみたいな。ちょっとパーが頭悪いの正直言うと。ほら、釈迦は頭いいんだけどね。もうそう、嫉妬とかじゃなくて何でもいいの。もうドキュンだね、ドキュン。今度俺に喧嘩売ってんの。痛いよペ、痛いっつの、痛いっつの、痛いって。お前この野郎、あ、12年やってるんだ。いやもうダメだね、こんな感じ。もう出会った頃からこんな感じ。ナユタは全然平気だったんだよな。ナユタと釈迦は大丈夫だ、相性があるんじゃないの。いやドキュンだよ、だからのんちゃんがね、あのひなの頃、あれって和道さんいつ釈迦みたいになるのってあれって言って、気づいてないけど、俺は子供の頃がこの子は絶対賢くないって言ってなゆた頭良かったね。いやダメダメダメ、だから相性があるんだよ、フィーリングは。でも分かる、あの感じ、釈迦のストーカーなの分かるでしょ。これでもだいぶ良くなったんだよ、だいぶ良くなってこれだからね。もうほんと殺し合いだよ、多分同じカゴに入れたら多分どっちか殺されると思うよ。こんなにまったりしてさ、楽しそうにしてるでしょ邪魔しに来るんだよ、いいやつが。おいペコ、このレベル。ああ、スノーデンさんいらっしゃい。腹減ったな。ピヨピヨ、よし、シャちゃんそろそろ帰ろうか。よし、ジャンプ。離れないでしょ。来た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 。釈迦が頭にいたからここに来たよ。いや、だからもう何回言ってもわかんねえな。ねえ、君、嫌われてるという概念はあるかい、ペコくん。ペコくん。ペコ、まだ名前覚えてないんだよ。ペコ、シャカ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 も怒ってるし。ペコ、今日ひな祭り痛いよ。なんで怒るの？ちょっと待って、こいつ説教するわ。ちょっと待って、シャカ、ちょっと。これね、もうわかん、ちょっと教育する。ちょっとごめんね、これ本当にいじめじゃないからね、教育しないとダメなの。ちょっとね、ペコ、ちょっと説教するわ。
ちょっとペコこっち、まあ来るか勝手に。シャーちゃん、ちょっとペコ来たらどいてね。これね、のんちゃんがね、めちゃめちゃ甘やかしちゃったからね。のんちゃんがベタベタに育ててたから、もうわがままだから。そう、この時期すごい大事な時期だから。いや、ちょっとね、怒らないとダメなの。すごく大事なのよ。いや、あの、大事よ、教育は。本当に大事。ほら、ベコよこせ。いや、噛み癖つくよ、のんじゃ、そんなことやってたら。いや、この、釈迦は俺に懐いてるけど、ベコはダメだ。ちょっと、ベコを貸せ。ベコ、ベコおいで。はい、はい、ベコ。痛いっつの、噛むんじゃないの、こっちおいで。こっちおいで。痛い痛い痛い。おいで。違う違う違う。痛いっつの。ちょっと、ちょっと、のんちゃんって、なんで話すの？ちょっとこっちよこせっつの。うん。ペコ、言うこと聞かねえ、イライラするわ。もう、俺ペコ嫌いなんだよ、ほんとに。あいつムカつくんだよ。全然言うこと聞かねえんだよ。ペコ、ペコってやってるよ。ペコ、ダメだ、のんちゃんにベタベタだから。まあいいや、そっちでやって。知らん、ねえさ、あいつムカつくな。7年ぐらい平均すると、のんちゃんがペコって呼ぶとキュッキュ言うんだよ。俺がペコって呼ぶとふーんって、あいつ俺のこと下に見てんの。ほら、キュッキュキュッキュ言ってるでしょ。腹立つわ。来た来た。お前呼んでねえと聞くんなよ。ちょっと、そう、お前。くそ。あいつムカつくわ。あいつ腹立つわ。いや、だから、あの、鳥って順位付けをするんだけど、のんちゃんが育てちゃったから、のんちゃんがペコは一番だと思ってて、で、次、ペコ。で、釈迦、ペコの中では、のん、ペ、のんちゃん、ペコ、釈迦、俺なの。俺が一番下になってんの。で、ペ、釈迦からすると、俺、釈迦、のんちゃん、ペコなの。っていう順位付けなの。そう。いや、余計嫌われるんだけどね、本当はのんちゃんが教育しないといけないんだけど、のんちゃんがね、噛んでもね、もう甘やかすから噛み癖がすごいのよ。釈迦は絶対噛まないでしょ、どんだけここにいても。つつきもしないし、噛みもしないでしょ。ペコはもう俺の指にガシガシ噛みつくのよ。だからこれ直さないと大人になってもやるから。いや、噛んだら怒られるっていう順位付けをしないといけないのね。釈迦は絶対噛まないもん。目もつかないよ、ここまでやっても。ほら、何にもしないでしょ。ペコこんなことできないもん。絶対バツンってつついてくるから。ここまで警戒心ないんだよ。ほらほら、痛い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 、やるんかい。うん、今はつついたんじゃなくて、ここの甘皮取ってくれたの。要は羽の繕いみたいな。要は今のも愛情表現なのね。うん、今のはだから羽を取ろうと、要は甘皮取ろうとしてくれたの。ペコおいで、ペコ、ペコおいでじゃねえ、お前ちょっと一回来い、ペコ。ペコ、ペコ、おい、なんで怒ってんだよ。ほら、のんちゃんの手にはすっぽり入るでしょ。見てこれ、のんちゃんの手にはすっぽり入るでしょ。腹立つでしょこれ。お前餌代誰が出してると思ってんだよ。ペコ、じゃあね、やんないでよ。なんでよ、ちょっと。わあ、もう腹立つあいつ。うん、でしょ？なんか俺に対する敵対心があんの、あいつ。すげえ腹立つ。のりこには懐くんだよ。そう、釈迦のこと好きだから焼きもち焼いてんの。それそれそれ。
いいや、のんちゃんしまおう。そろそろ結構遊んだでしょ。じゃあシャンちゃん次ね。うん、いや軽くもう完全舐めてるんだよ、ひなの頃から。で俺が怒る役だからもう嫌なやつみたいになってんの。ペコ帰って。ペコ帰った、うん、次シャーちゃん。シャカねのんちゃんの言うことも聞くから。あ、そう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 、ドキュンが好きなわけじゃないの。シャカは知的で、そう俺が好きなのね。おとなしい人っていうか、まあ俺の性格に似て、だからペコはイケメンでガタイが良くて超歌うまい、要はエグザイルだよ、エグザイルで。シャカはなんだろうな、そうペコはエグザイルの、エグザイル、もう完全なエグザイルの、ただの、うん、そう。シャカはなんだろうね、だから飼い主に似るんだよ。ペコエグザイル系だから、だからあの倖田來未じゃないよって言ってんだけどね、釈迦は倖田來未じゃないよって言ってんだけど、うん、釈迦は乞食じゃない、釈迦は俺の乞食だね、俺からアイテムもらってるから。うん、釈迦は楊貴妃とか、そうもう位が高い、すっごい賢い、卑弥呼とかそういう感じだって。名前が釈迦なんだよ、すごくない？うん、釈迦はもう位高いよ、賢いだよ、めちゃめちゃ。ただメンヘラだけどね、あの羽抜いちゃうの、要は人間でいうとこのリストカットなのね、うん、羽バンバン自分で抜いてハゲてるから、だからメンヘラではある。のんちゃんみたいな感じだ、のんちゃん。だからほら、前飼ってたのはナユタだったじゃん、仏教用語ナユタってつけたんだけど、ただじゃあね、ペコの名前がナユタになるは、ナユタ、もう話すと長いんだけど、ナユタっていう子が前にいてヒナだったんだけど、可愛がってたんだけど、俺が踏み潰して死んじゃったのね。でのんちゃんがへこんで、ナユタは生きてるって連れてきたのが、お前色全くちげえじゃねえかみたいな、ワドさんナユタは生きてるっつったら、もう全然体でかいし、とんでもなくでかいやつが来て、でペコって名前、要は今度はねちゃんと育って元気に育つようにっつったら、元気すぎるんだけどペコは、そう元気な名前つけようっつって、でのんちゃんがペコがいいっつってペコって。でものんちゃんペコ大好きだもんね、うん、ペコものんちゃん大好きだし、いいな。この子がね、ナユタ、この子はすごい懐いてた、この子ね。いや、嫌な感じしないでしょ、すごく仲良しだった、うん、そう可愛いでしょ、うん、この子は相性良かったんだけどね、俺が踏み潰しちゃった。これがちょうどヒナだね、これがヒナ、そうそう真っ白、すごい綺麗な白。まあ生まれたばっかりだから本当にこんな感じよ。そう、まあしょうがなかったね、ナエタすごい後半元気だったから、うん、そう佐野さん。
のんちゃんとご飯食べようかな、夜放送しようかな。あ、でもあれか、今延長し終わったばっかりか、もったいないな。金梅さんのシルバーバレてないよ、うん、だからどうにかしないとねまず仕事の案件でバレてないっていう言葉が出てくるっていうのがいいよバレてないってなんだよっていう。あ、グローブ手入れ、いや、なんかね、ドレさん曰くね、別に拭いときゃなんとかなるって言われたよ。うん、俺は油塗ってるけど、油塗ってこう磨いてるけど、たまに。でもそういうレザーらしいよ。そう、まあまあ汚れたら拭くっていうぐらいで大丈夫だって言ってた。まあ油塗り込んでるけどね、だいぶ柔らかくなったよ、お綿が。くたくたになるまで使い込みたいよね。最初握るのも硬かったけど、だんだんこういけるようになってきたよ。ナイキのシューズ、なんかリングシューズも買わないダメなのかな。なんか靴があるのとないのじゃ全然違うんだって。俺はスニーカーでやろうと思ってんだけどね。スニーカー、いや、だってボクシングシューズっていくらすんの？高そうじゃない？ボクシングシューズ、あ、まあそこそこするな。あ、4000円とかあるね。5000円とか、まあなんか買うか、試合までに。ボクシング用のシューズあるよ。あるあるある。いや、グリップキュッ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 ってボクシング試合言ってるじゃん。あのグリップがしっかり踏み込めるやつがあるの。キュッ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 ってよく言ってるでしょ。もう足のスポーツだからボクシングは。あーって言うよね。踏み込みが全然変わるらしいよね。で、ドレさんに怒られたもん。スニーカーでやるよっつったらダメだよって。本当に足のスポーツだからダメダメダメって怒られた、うん、それくらい重要らしいよ。靴は全然違うんだって。後ろの三角形、あ、これはコンドーム入れ、コンドームマンの変身用。あのスターツアーズってね、ディズニーランド の, あのお菓子の、スターツアーズってディズニーランドの乗り物ね、うん、これ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 乗ったことない。スターツアーズって知らない？ミッキーの知らない？スターウォーズ の, あの乗り物、ディズニーランドの。もともとほらスターウォーズってだからディズニーが買い取ったじゃん。昔から付き合いあるんだよ。バガーありがとう。よいしょ。ボクシングジム月謝払ってるよ、当たり前じゃん。買いに行くか。行くんや。
今から。もう22時だよ。ええ、もう夜の10時なの？夕方5時とかじゃないの？え、ちょっと待って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 、え、何マジで、え、俺何時に起きたの？ええ、なんでこんな時間経ってんの？え、マジか。え、ちょっと待って、俺何時に起きた？え、さっきの枠が1時間やって、3時間、4時間やってて、え、俺何時に起きたんだ？4時ぐらいに起きたのか。そっか。マジか。そうか。そうか、うん、夜放送やるわってじゃあさっき言った時みんなは黙ってたけど何言ってんだこいつって感じだったんだろうね。俺の感覚では夕方だったから、あ、じゃあ後で夜放送するわって、あ、もう夕方で暗くなり始めたなと思ってたんだよね。あ、そうほーん、はてなマークだよね。言ってよそういうのは、突っ込んでよ。 何言ってんだろうなみたいな感じだろうね。夜中だと思っちゃう、夜って言うとね。まあいいや、じゃあ夜中やろうかな。うん、今日夜中やるよ。ちょっと一回家のことやるわ。うん、夜だけどと思ってたんだ。じゃあみんなまた後で。お疲れ様でーす。夜中にやります。1時か2時かわかんないけど。お疲れー。